はい、どうも皆さんこんにちは、娯楽一家の葵です。それではキングダムハーツ3続きプレイしていきたいと思います。新しいステージですね。トイボックス、お見ての通りのトイストーリーですよ一番やりたかったステージですね。で、まあなんかアンディを、まあ、探しに行くみたいな感じかな。こっから、あ、こっから外出れる。はい、ギャラクシートイズは道路を渡った先だ。さあ急ごう。おお、初めて使うのこれ。弱くね。あ、そういうこと。敵出てくる。ここから部屋に戻れそうだよ。あー、なるほどね。どうだ。よし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 。いや、ワールは結構広いな。おお、ボス強い。なあ、このおもちゃは動かないのか？
まだわからないんだろうな。わからない？じゃあ動かしてあげよう。お前は夢の一番過去のゼアノート。覚えていてくれて光栄だ。お、何？なんだ、動けるのか。おお、危ない。心なき者と抜け殻が合わさり、新たな命を得たか。ハートレスとノーバディの関係を見るようだな。お前ら何がしたいんだよ。我らも欠落した闇を手に入れなければならない。それにはこの世界の心のつながりが手がかりになる。だから模した世界を作り、つながりを分断させてもらった。お前たちも興味深いはずだ。待て、どういうことだ。頑張ってくれ。ウディ、どうなってるんだ。このおもちゃは味方なのか敵なのか。そんなの決まってるだろシャーファン、シャーファン。うん、ハートリスだってできたんだから、空にできないわけないよ。何が？ん？まさか？そうか、やってみる。お、いいね。あ、それで戦う感じか。ディガース、はい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 。所持ブーストゲージ。面白い。操られてた。バトルモードのスイッチが入ってただけじゃないのか。バズ？ああ、何でもない。ところで、さっきの黒コート、世界を作ったみたいなことを言ってたけど、どういう意味だ？多分、奴らは世界を二つに分けたんだ。アンディたちのいる世界と、こっちの世界。どちらかが、現実と全く同じ、別の世界なんだと思う。別の世界だって？それが君の設定か。興味深いだとか、頑張ってくれとか。さっきの黒コートとの会話も怪しかったぞ。え？付き合いきれないな。ねえ。ウンディ、行こう。確かに、簡単には信じられない話だ。でも、
ここが現実と別の世界だということなら、バズのレーザーも説明がつく。それに俺は前に悪の帝国とか銀河の平和をとか言ってたやつを知ってるぞ。とにかくさっきの黒コートと知り合いなのは間違いない。彼らと行動を共にするのはここまでだ。嫌われちゃってるのかな。設定とかはよくわかんないけど、この世界で異変が起きてるのは現実だろ。だったら一緒に。そうだよ、みんながいなくなったり、黒いモヤモヤが現れたり、ソラたちは俺たちを助けてくれた。それは事実だ。それに同じおもちゃ同士じゃないか。仲良くしよう。あいつだって同じおもちゃだ。報告します。レックスが何者かに連れ去られました。なんだって。隊員が上のフロアに連れて行かれるのを目撃しました。ハムとエイリアンの行方も分かりません。大変だ、みんなを探さないと。俺たちも手伝うよ。ほらバズ、アンディの部屋で何もできずにいた俺たちだけでみんなを助けられるのか。今は一人でも助けが必要だろ。確かに、ソラは無茶するし、え？ドナルドは口が悪いけど、そうそう、信用できるよ。ルーフィーも無茶からずするんだよ。そうそう。そんなの？楽しい奴らじゃないか。な、バズ。そうだな、人手は多い方がいい。しかし、さっき言った通り、まだ疑いが晴れたわけじゃない。まずは仲間を見つけるまでだ。ああ。悪いな、ソラ、ドナルド、グッフィー。我々も捜索を開始します。私の翼でも届きそうにないな。またロケットでもつけて飛べればな。あれでいけないかな。およし、行ってみよう。早くみんなを探さなきゃ。一緒。え、あ、よし。マップを、マップが欲しいな。あ、ミキ発見。よし。よし。よいしょ。よし。よっ。いい匂いがするよ。この辺りに食材があるんじゃない。やっはっはっ、なんかマップはなさそうかな。ここから入れそうだね。はいはい、ここにあった。レールが3本あるな。ああ、全部違うところに通じてるみたいだ。あ、ここが1番ってこと。クラッシュキングダムのやつね。よいしょ。
宝箱だっけ。おかしいな。本当に見たのか。ああ、今何か聞こえないか。ん、あれは何だろう。何か嫌な予感がする。こいつも操られてるみたいだ。バズ、いいのか。バトルモードだとしても、みんなを危険な目に遭わすわけにはいかない。普通に…めっちゃ動きタクタクしてるけど。おお。あ、え、マジそこ、そんなにレックス。ありがとう。
僕のこと？僕のお手柄なの？もちろんだ、レックス。いい動きだったぞ。やったー！いい動きだって見てた見てた、ね、すごかったでしょ。レックス、聞いてくれ。最高。なあ、レックス、他のみんなのこと知らないか？他のみんな？みんながどうしたの？手がかりなしだ。参ったな。グソ、みんな見つかったかい？はい、たった今隊員からこの先のベビートイコーナーでハムを発見したと報告があって。詳細を聞こうとしたのですが、何かトラブルに巻き込まれたらしく、そこで連絡が途絶えてしまいました。何か手がかりはないのか？連絡が途絶える直前、ひどい雑音に紛れて音楽が聞こえました。音楽？ハートレスの仕業かな。また回収やったらどうしよう。とにかく行ってみよう。そうだな。あの僕、入り口で待っててもいいかな？あの通風口じゃ尻尾が突っかえそうだし。そうか、余裕で通れるだろう。オーケー、レックスは入り口を見張っていてくれ。重要な任務だぞ。できるか？了解。はいはい。とりあえず、ああ。よいしょ。一旦セーブしたいんだよね。うわ、いきなり。いけ！よ、これで。プルルーン、お、最低。おおおお、めっちゃ積むじゃん。あべぶつかっちゃった。あべべべべべ。これはいいスコアなのかな。いちご。まあ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 、多分ダメだったってことだよね。よいしょ。はい、では今回はここで終了したいと思います。また次回続きプレイしていきたいと思います。ではゴラク一家の葵でした。またね。